赤ずきんの物語は知っているでしょうか。え、知らない？それではこの物語が始まりません。簡単に説明しますと、おばあさんに変装した狼が赤ずきんちゃんを食べようとするお話です。その物語の狼は漁師に見つかってお仕置きされてしまうのですが、これから始まるのは物語から数十年後、赤ずきんちゃんのお孫さんのお話です。いってらっしゃい。戸締まりには気をつけるんだよ。大丈夫よ。誰が来ても不用意に扉を開けてはいけないよ。もう何度も聞いたわ。この辺りに悪い狼なんかいないから大丈夫よ。好奇心旺盛な孫娘は若い頃のおばあさんにそっくりです。そうね、じゃあ行ってきますね。行ってらっしゃい。よし。孫はおばあさんの姿が見えなくなるまで見送ってからしっかりとドアを閉めます。それを遠くから見ている小さな影がありました。あれが赤ずきんの家か。ふふふふふ、ついに我が大じじ様の無念を晴らす時が来た。赤ずきんめ、今度こそ丸飲みにしてくれる。まずは何とかしてあの鉄壁の扉を破らねばなるまい。鍵はかけていませんでしたから押せば開きそうです。どうしたものか。大じじ様はすごい作戦であの扉を破ったと言っていたが、俺にそんなことができるのか。赤ずきんのふりをして扉をノックするだけのシンプルな作戦でした。そうか、あのババアのふりをすればいいのか。俺はなんて天才なんだ。小さな狼は意気揚々と扉の前に進んでいきます。変装はしていませんね。赤ずきんや、ここを開けておくれ。似てませんね。はいはい。赤ずきんは不用意に扉を開けました。一切の躊躇もありません。おばあさんの警告は無駄に終わりました。誰？ここで会ったが100年目。おとなしく食われるがいい。100年前は生まれてません。え、ちょっと待っ。狼の目の前で扉は開かれた時と同じように容赦なく閉じられました。おい開けろ。ダメよ、不用意に開けたらダメだって言われてるんだから。さっきは不用意に開けてくれただろ。何のことかしら。とぼけるな。とにかくここを開けろ。ダメだって言ってるでしょ。二人はしばらく扉を挟んで争っていましたが、狼のお腹の音が盛大に鳴り響き、争いは終わりを迎えました。お腹空いてるの？ちょうどクッキーがあるんだけど食べる？クッキー？先ほどまでの争いなどなかったかのように小さな狼は目を輝かせます。うわあ。扉をわずかに開けて可愛らしい箱に入ったクッキーを渡します。狼はそれを次々と口に運んでいきます。しばらくその様子を覗いていましたが、小さな狼に徐々に孫の警戒心も解けていきました。ところでおちびちゃんは何しに来たの？ちびじゃない、もう立派な大人だ。その証拠に見ろこの立派な牙を。それでおちびちゃんは？ちびじゃない、うん、君はここに何しに来たの？俺は赤ずきんに復讐しに来たのだ。驚かないのか？だってさっきも言ってたし。そうか。それで？なんだ？赤ずきんって私のこと？あ？お前は違うだろ？赤くないからな。そうです。現れた赤ずきんちゃんはトレードマークの赤ずきんをかぶっていませんでした。君の基準は赤いずきんなのね。大じじ様の無念を晴らさねばならんからな。そんなに無念だったわけ？それはそうだろう。
あと一歩のところで逃がしたんだからな。一度中に入れましたからね。俺は王子爺様のような立派な狼になるんだ。君は君のままでいいと思うけどな。かわいいし。え？かわいい？でも動物の成長って早いからきっとあっという間よね。お前いくつだ？私は17歳。君は？俺は9歳。でもお前なんかすぐに追い越してやるんだからな。楽しみにしてるわ。お前さ、何？いや、なんでもない。じゃあさ、私が赤ずきんだったらどうする？え？私が君の王子爺様の敵だったとき、君はどうするの？食べるに決まってるだろ。お前はうまそうだからな。でも、食べたらなくなっちゃうよ。そうなのか？そうだよ。私いなくなっちゃうよ。それは困る。どうして？とにかく、お前がいなくなるのは困る。笑うな。じゃあ、食べられないように気をつけるね。うん、それがいい。お前が気をつけておけば平気だな。そう言うと、狼は勢いよく立ち上がり、おばあさんが帰ってくる前に森へ帰っていきました。さよなら、狼さん。ああ、またな。またな、か。意味わかってんのかな。クッキー空っぽだ。ここで二人の物語は一度終わります。この後二人が再び出会うことができるのか、それはまた別の話。